なさんくなった今回はですね、こちらのハウン n d e s t h o というホラーゲームをやっていきたいと思います。なんか意味合い的には幽霊が出るホテルということでめちゃめちゃシンプルでわかりやすいですね。こちら海外のフリーホラーゲームなので結構びっくりすることもあると思うんですけども苦手な方もぜひ見てください。そして早速やっていきましょう。ポチッ。プレイでいいのかなあ、来さあ、なんだ わ、あれなにどういうことなんかライトが固定されて、視点しか見れないんだけど。いきなりバグった。<laughs> ね、こういうところも海外フリーホラーゲームの見どころだから。あ、動いた動いた。はい、ということで、やっていきたいと思います。なんだこれ、ホテルっていうよりかはなんかもう薄暗い廃墟っていう感じがしてるけど、あ、一応ほら、数字が振ってある0番目の部屋 <laughs> あんまり聞いたことないけど0があって1があって2と3まあ一応客室なんだろうななんか正面薄ぐらいのがちょっと怖いないきなりワーって出てくる系が一番怖いんだから何か主人公すっごい軽やかなステップで廊下歩いてるんだけどここら辺の扉は全部開かないのかなとりあえずじゃあ進んでいくけども本当に何もないえでもあ押してもなんか開くわけじゃないか なんかあるぞめっちゃひどいな、うん、縦に長いホテルってなかなか珍しいけどね2426客室もまあまああるで <laughs> 一方通行なホテル客室まあまああるな行けないもんねえ大丈夫これ言ってなんかループしてたりとかしてんのかな わかり、戻るのももうあれだもんな。こう、こういうやつに限って、なんの前触れもなく、正面からグワーって出てくるのよ。そういうとこあるのよ、海外の無料のホラーゲームって。なんかまたライト的なものが出てきたけど。え ?71。うわ、なんかこれ100とかでなんか起きそう。 キリのい,い数字だもんね<は>あっまた続くまた続く8183これやっぱ100になったら何かあるなジャンプとかは特にできないあけどよくるよよくるよ9597910 9いってもうたがな <laughs> 10いってもうたがなまだ続くんは あ、なんか、なんかある、なんかある、なんかある。何あれなんだあれ何これああ、あ、シモりんやなんかここだけちょっと雰囲気が違うんだけど、121? また中途半端の数字で。滑らないよう注意してください。お掃除してる。 なんか殺人とか起きたんかな壁にべっとり血ついてるけど、特に入れるわけじゃない。ここだけかな進んでっていいのかなってことあれだ、なんか殺人鬼と同じホテルに来ちゃったってことでもなんか幽霊が出るって書いてあったもんね。134。え、本当にこれ細長いホテルだね。まだ行く、まだ行く。 全路は続くよ、どこまでも。140、150来たよ。さあ、もうある意味これ終わりがないのが一番のホラーとか言わないでしょうね。160。これ。もうだからさこれ当たり前になってきてさ多分見てる側も、もう慣れてると思うのよ。多分ね。僕もちょっとなんか、あ、こんなもんかみたいな。 なんよね普通にまっすぐ歩いてだけじゃねんっていうこのね、なんか安心感というか、慣れているところに、グワンよ。もう少しで200だね。191。さっき121がちょっと怪しげだったけど。さあ、200来た、200来た。えどうすんのこれ、1000とこまで行かないよね、さすがに。<laughs> 1000まで行く っていうか、普通に客室が200何本あるって相当やばい。なんか、あっほほほ真っ黒い赤ちゃんがハイハイしとったかな <laughs> え。え ?220 から 221? 何今の。ねえ、言ったでしょう。安心してるとダメなのよ。ねえ、ちゃんとリチ儀に扉開けて。 扉閉めるところまでやってたからさあもうなんか油断できないんじゃないじゃあこれいきなりはって全然ありえるよ長い道のり眠くなってきたんじゃない僕の大体いい動画投稿するのが夜中とかが多いからそっから見てくれてる人がもしいるとしたらさあだいぶ眠たいでしょおっ エレベーターやうわ絶対なんかあるわねうわ後ろから追いかけてきそうだもんな270また中途半端な回数で終わるのな入っていいよこれ他の回もある怖い絶対後ろからなんか来るじゃんほなじゃあ否定します はい。大丈夫早く行こう。<laughs> 海外ホラゲーあるあるね。<laughs> 海外ホラゲーあるあるなのよ。いきなり出てきて。とりあえずで、ね、でかい音と、ね、怖い感じの雰囲気で脅かしていくの。はい、ということで、センキューホ o u f o ということで、ね、ちょうどいい長さ。<laughs> ねあ,あエレベーターまで赤く染まっちゃったよ。もう廃業だよ、こんなホテル。 はい、ということで、今回こちらのゲームやってきたんですが、いかがだったでしょうかえー、他にもですね、ホラーゲーム好きな方は、他の動画見に行ってたり、何を言ってるか全然わかってないですけども。<laughs> はい、ということで、この動画気に入ってくれたり、他の動画見てくれるよっていう人ですね、ぜひ、えー、ちょ、かぶやぶやぶや。はい、ということでですね、この動画気に入ってくれたり、他の動画見てくれるよっていう方がいらん、はい、ということでですね、この動画気に入ってくれたり、他の動画見てくれる方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ、クルセイクダでした。また次の動画でね、お会いしましょう。またね。 バイバーイ。